はい。ということで、続きましてのゲーム、ロッコズクエストということで、こちらも解説の方来ていただいています。ピンクパジャマさんです。お願いします。よろしくお願いします。はい。これはね、このロッコという、人がね、結構クールな人ですよ。そうですね、このゲームの8ステージかな。3D 3D、アドベンチャーゲームでステージの、ステージの、最後にボスがあって、倒してから次のステージ、その、8つのステージが終わったらそれがゲームの全部です。まあ、これは本当に、悪いじゃなくて、オフルゲームですね。説明が、ゲーム始まったらします。まあ、じゃあちょっと始まる前に、まあ、すぐ始まっちゃうかわかんないですけどね、その間にイベント概要説明を入れておきたいと思います。こちらのジャパニーズリストリームでは、オンラインイベントのサマーゲームズダークイック2020の様子を公認で日本語ミラーの配信をしています。SDGQ2020 は海外のチャリティーイベントであり、ゲームのやり込み要素の一つであるリアルタイムアタック、通称 RTA を視聴していただくことで寄付を募っています。今回集まった寄付金は国境なき医師団に全額寄付されます。国境なき医師団は独立、中立、公平な立場で医療、人道援助活動を行う民間非営利団体の国際団体、民間非営利の国際団体です。寄付と関連して特定のゲームには高難易度への変更や隠しボスの討伐、バグ技の紹介等が予定されており、各項目ごとに設定された目標金額を達成した際に行われます。また寄付金額を表に見立てたビットウォーによってキャラクター名や選択肢などが決定されることもあります。今左上にね、ちょいちょい出てるやつは、まあ、今後のゲームで行われる予定の、ビットウォーですね。で、こちらは、まあ、GDQ のホームページ上からも、各ゲームの目標寄付金額やその内容を確認できますので、そちらご覧ください。で、日本から、じゃあ、なんか支援できることありますっていうところは、ゲームズダークイックのツイッチチャンネルにサブスクライブビッツを送るか、イエティファンゲーマーズにてグッズ購入することで間接的に寄付できますので、ぜひ、お願いします。ということで、ゲーム画面出てきましたね。そうですね。このゲームが、3D アクションゲームです。本当にフルなゲームですね。
is but it's really our only source of the story, and I want, you know, I don't want the, you in Twitch chat to not know the story. Kikeba, そのイントロ、その最初のカットシーンを見ることを見てまし、見ています。はい、グッドラック。Honestly, I tried not to. I try not to.あ、それが六甲という主人公です。書くのは割とも元が DDQ 本家がそうなっております。そうです。その女の子が、おそろわが囚われて、救います。はい。そこで、始まります。その、今、その、ストリームを直そうとしてます。あんな合わせてない。まあ、前より。タイマーが動いた。一旦なんかタイマー止めたから、ちょっと調整入れるかもね。これは今、タック中みたい。タックしてます。ちょいちょい問題ないんですけどね。あ、これで始まります。はい。そして、それに、上昇すると、上と、左か右キーを、連続押せば。結構クールなことができます。これがこのアルティエです。はい、もう一つ目のボスです。There's actually two bosses for the first boss, but you fight them separately for some reason. でもこの一つ目ステージでボスが二人です。まあ大木とクマなんだけど。Worse than Dark Souls. That's the best way to put it. I'm getting really, really bad luck right now. I have almost always have trouble with.ああ、しました。ちなみに、与えるダメージがランダム。受けるダメージもランダム。命中確率もランダム。それに、武器のドロップもランダム。
まあでも倒し方は割と正当な感じがしますね。はい、第2ステージでもうボスになりました。あ、死にました。アラッカーダメージを受けました。ドラッカーダメージもあんだ。あ、ああ、焼かれた。穴とか、いろんな罠に引っかからないように、いいです。よね、ちょっと調整必要があります。これはステージ2のボス、黒騎士。なんでこの隅っこにいるんでしょうね。この騎士を何回、攻撃したら、腕と盾がどんどん、がどんどん、失います。ここパーツがこうまた死にました。コンティニューしてしまいました。またもっとなんかトゲの歯車。まあ、この黒騎士の、ボスが結構、辛いボス、難易度高いのボスです。お、倒して扉が開いた。倒しました。3つ目のレベル。まずは、上昇を探して。やっぱなんかああいう場所が、ああいう場所が、ちょっとなんか山になってるようなところ。あ、過ぎました。そしてラッカーダメージを。を防げるために、軽い落下しました。あ、一発で死にました運が悪かった。We have time for a few donations? No. Yes, no, maybe so. またクールなものして、クールの技してボスにを倒します。今回なんか良かったです。あのボスなんか動きが変でしたね。なんかずっとオードリー春日みたいなことをやってましたけど。そうだね。まあ、上昇がなくても足場、から、あの後隅に歩いたらそれもクールなものが、ができます。そしてボスが2人の王家です。今度は2体。2体。
右隊のオーガです。でも、回復アイテムが、散らかってますから、結構大丈夫だと思います。これは。何回ミス、何回メッチ、メッチできませんでした。ああ、そうですね。上昇を探して、このレバーを引いてボスが現れます。現します。なんか現れ方が4体います。あまりボスって感じの出方じゃなかったですね。まあでも4匹。暗くてわかりませんが、これはなんだ、ボスの登場してきたところの中に入り込んだかな。そうだね。見づらいですよ。ああ、死にました。もう一体残ったんだけど、もう一体残りました。まあ、一体残ったんだけど、その、もう倒した敵、はまた表さない。はい、6名ステージで、レバーを押せば、ボスが、登場します。なんか武器がいつの間にかハンマーに。そうですね、前の、敵が、ドロップしました。なるほど。でも、その、スラッシュの音も、もう残ってます。ランダムド。これでレバーを押して、ボスの登場。This is the level 6 boss. It's a fire-breathing lizard. My lizard, he really likes to spit on people's face. なぜか撃つ音がないです。なかったですね。Do I know where I'm going with these jokes? Not a damn clue. Do I care? Nope. Boss the boss from pretty このステージで、骸骨の敵が、あります。がいます。その敵が、最強武器をドロップします。うん、骸骨か。骸骨ソード。スケルトンソード。スケルトンソード。
いますね。こいつ落とすのか。はい。ドロップしたかな？落としたのかな？落としてなさそうな。あっ！あ、なんか切り替えた。ドロップしました。した。一撃でそのキーを倒しました。はい。骸骨からこの、ちょっと、そうですね、さっきの剣とはなんか違いますね。これを。ドロップしたので、これで、セーブします。このステそのステージの終わりでセーブします。それが死ぬと、全部の、武器を失うから、やり、労働をやり直す。死んじゃうとロストするので、セーブ。はい、でもこれがラストボス。お、もう倒しました。倒しましたか。あ、さっきの二刀流のやつがね。はい、GG です。なぜか殴りましたけど、雑に髪の毛引っ張って。これは一体、はい、なんでしょう。ということで、ロッコズクエストということでピンクパジャマさんに解説いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次のゲームの準備しますので少々お待ちください。はい、俺もちょっと、席外します。Next up, we have, Omi D. Clown coming up. Then that's going to be in a few minutes. In the meantime, we've got Sunny King donating $50, saying, returning back for yet another year of GDQ. Good job to everyone, as always, for just being the best for an entire week. Love tuning in whenever I get free time between work shifts. Much love to all. Donation.